メイクロー温泉は、太陽国中部にあるターチン川により東線と、西線に隔てられている、大国有鉄道の鉄道路線である。陶器上の正式名称はそれぞれ、ウォンウィエンやイコールマハーチャイ線、バーンイコールメイクロー温泉であるが、一般的に前車を、マハーチャイ線、後車を、メイクロー温泉と呼称されている。1905年1月4日に、 民営ターチン鉄道として、クローンサーン駅マハヤチャイ駅が開業し、1907年7月12日には、民営メイクローン鉄道として、バーンレーム駅、メイクローン駅が開業した。その後1908年10月6日に、メイクローン鉄道に九州合併された。1942年から1945年の第二次世界大戦中、 私鉄の名クローン鉄道は、軍事管理下により国の指揮下に入り戦後1946年5月8日、国有化されたい国鉄の駅となった。1926年2月12日に、クローン山駅ワットサイ停車場が電化され、その後電化区間は、バーン・ボーン停車場まで延伸した。しかし、電気設備の故障や車両の心臓、購入費及び維持費削減の観点から、 1955年に電化設備は廃止され、現在は機動車により運行されている。マハーチャイ線とメイクロン線はターチン側によって隔てられているが、連絡線がバーンデーム駅の発着時刻に合わせて運行されている。バンコク都内の渋滞間は策として1961年1月1日にクローンサーン駅オンウィエンヤ駅間が廃止された。 廃止後も線路が取り外されることはなく、しばらくは車両をチャオプラヤー側を経由して、マッカサン鉄道工場までの輸送の際使用された。同線はもともと、メイクローン鉄道とターチイン鉄道という施設によって、経営されていた路線が国有化されたという経緯があり、タイ国有鉄道の他の路線とは接続しない、いわゆる飛び地路線となっている。こうした特殊な経緯から、 同線に関わる予算は、大国鉄における他の路線に関わる予算総額とは別枠で配分されることが関連となっており、近年までは同線に使用する車両も独自に予算が組まれ、同線向けの専用設計車両が投入されていた。また、他路線と接続していないため、同線は大国鉄の信号安全基準の適用除外路線となっており、 前線にわたって信号機が設置されていない。同線は、それぞれ 30km よの短距離路線であり、他路線からの列車の乗り入れも一切ない、飛び地路線であるため、日常的にダイヤはほぼ正確に守られている。現在の車両過去の車両を1日あたり3往復の、列車がバーンレーム駅、メイクロ運営期間を運行している。朝メイクロ運営駅を出発した列車が3往復の、 仕業をこなしその後、メイクローン駅で一夜を過ごすというダイヤである。運行列車は2両編成1本イコール2両だけで、ある。もしこの列車が故障の際には、遠く間は当然運休となる。この列車は、大国鉄の他の路線で運行されている車両と同じで、あるが二等車扱いであるため若干はあり高である。バーンレーム駅、メイクローン駅間の運賃は10バーツである。 もしたの路線で同じ距離を3等車で乗車した場合、8バーツである。現在の終着駅メイクローン駅より、南本線のパーク等駅と接続する計画があるが、実現していない。下記表には未成線として記載。2015年5月13日から同年11月8日の予定で全線にわたり線路補修のため運休となって、 いたが、タイ国鉄は2015年11月末に、工事の遅れにより2016年4月まで、工事期間の延長を行うと発表した。現在は全線で営業が再開されている。ありがとうございます。